お、札幌スープカリー新谷商店。あー、ちょっといただくかね。見てくださいよ、店主一家言ある感じのね、新谷さん。すいません、ちょっとよろしいですか。あの、一人だけいただいてもいいですか。はい、大丈夫です。わー、すごいな。ここはもう結構どれくらいなんですか、オープンして。もうちょいで8年。ああ、そうですか。今おいくつでいらっしゃるんですか。今40、今度8になります。じゃあ40までは何か別なことをされてたんですか。40、そうです、40の年でオープンしたんですけど、まあ、その前に札幌に修行に行ったりとか。あらば。あ、札幌ご出身の方じゃないんですか。こっちで出身です。ああ、そう、はい、西条ご出身。はい、まあ、自衛はずっとやりたいなっていうのはあったんですけど、何もピンとくるものはなかったんですけど、はいはい、でスノーボードでずっと北海道に、昔から若い頃から行ってたん で、はい、でその中でスープカレーに出会っちゃって、どれぐらいの期間修行されてたんですか。4年間長っ。やばいっすね。思いのほか。いや、でもしっかりやったってことですよね。まあ、飲食業も初めてだったんで、ちょっと苦戦したっていうのもあります。スープカリーの本場札幌で修行を積みオープンした札幌スープカリー新谷商店。地元のお米や店主新谷さんが厳選した素材でいただけるスープカリーが人気のお店です。早速中島さんもおすすめのメニューにトッピングも注文。一体どんなスープカリーに仕上がるのか。はい、お待たせしました。うわー、すげー。失礼いたします。チキンレッグと野菜カレーの大根トッピングですね。うわー、こりゃまたいいっすね。ライス半分にするんじゃなかったってぐらいボリュームがすごいっすね。これは大変なことになってたぞ。じゃあ、まあせっかくなんで、はい、スープからいきましょうか。はい、うまい。いやよかったです。美味しいっすね。やっぱもうそもそものスープが美味しいっすね。はい、そこはちょっとこだわってやってますね。はい、新谷商店こだわりのスープは豚骨と鶏ガラを3日程度煮込み、旨味を抽出。和風の出汁と合わせ味を整えます。バーナーで炙ったチキンレッグと揚げた野菜との相性抜群で人気を博しています。何かいこう。まあ、やっぱりこのごぼうですね。ねえ、はい、これ、ま、何これ、何すかこの太さ。ちょっと映画する。柔らかっ。うん、やっぱり煮込んでるんですか。そうですね、煮込んで味付けて天ぷらという感じで。一応あのスプーンでだけでも食べれる、うん、はい、あの硬さ、大きさっていうのはちょっと意識してやってますね。はい、あ、それじゃあちょっと追加させてもらった大根も、はい、うん、味旬どんのかい。やっぱ旬出ますね。 それも別でシュマして、シュマして、シュマしてやってます。シュマしているね。やっぱスープと一緒っていうのが大事ですね。そうですね、やっぱ具材にはそんなに味しましてるやつ以外は味付けてないんで、基本スープの味で食べるという感じですね。はい、大好きなスノーボードを通じて出会ったスープカリー。札幌での4年間の修行が今の新谷さんを支えています。なかなかでも大変だったんじゃないですか、スープカリーという。そうですね、なんかゆっくり始めたかったんで、まあ、徐々に増えてで、まあ、ちょうど良かったです。はあ、はい、じゃあ今は着実にお客さんを増やして、であとはもうその固定客を飽きさせないように、うん、まあ、1回来てもらうのが勝負って思ってるん で、そこでまあ気に入ってもらえたら、まあ、
また来てもらえる自信はあるんで。いやー、気に入りましたよ、はい、ありがとうございますねえ今度ちょっと妻をするあ、よろしくお願いします。はい、はい、させてください、はい、札幌で4年間修行したスープカリーのお店に遠征さん認定でございます。おいしゅうございました、はい、よかったです。